情報広場もっともっと島根。今回のテーマはじゃん、行ってみよう、こっころの店。始まり始まり。いらっしゃいませ。こっころパスポートお持ちですか？はい、はい、ありがとうございます。松江市内のドラッグストアです。ここでも島根子育て応援パスポート、こっころパスポートが利用できるんです。こっころパスポートはよく利用しています。子供が18歳まで使えるので助かります。こっころパスポートは子育てを地域住民、行政や企業など地域社会全体で応援しようと8年前から始まりました。500円以上のお買い上げでこっころパスポートご持参のお客様に値引きをしております。医薬品から日用品、食料品まで様々な商品が揃うこうしたお店でもこっころパスポートが利用できます。現在島根県内でおよそ2300店舗がこっころ協賛店として登録されています。そして協賛店は様々な業種へと広がっています。この日開かれたのはフリーマーケット。おもちゃに子供服、そしてこちらには手作りのエプロン、いろいろな品物が並んでいます。開催しているのは松江市にある一緒に子育て研究所です。この団体では毎月1回フリーマーケットを開催しています。一緒に子育て研究所は他にも様々な活動をしています。乳幼児の預かりや学童保育もしています。でまた授乳中のお母さんたちが集まって助産師さんと交流をしていただけるような場を設けて育児が楽しくなるようなサポート活動をしています。子育てのサポートを中心に活動しているこの一緒に子育て研究所でもこっころパスポートが利用できます。一緒に子育て研究所には多目的ホールや親子が自由に利用できる託児ルームなどがあり、こっころパスポートの提示で育児に関するイベントや教室の参加料を割引するサービスをしています。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこっころパスポート提示していただけますか？はい、ありがとうございます。じゃあこちらで、参加料の方が100円引きになりますので、はい、そのようにさせていただきますね。はい、よろしくお願いします。こっころパスポートがあることによっていろんなイベントにも参加しやすいことが嬉しいです。子育て応援パスポートはお隣鳥取県も行っています。両県で利用できる店舗も増えていて子育て家庭をサポートする輪が広がっています。こっころパスポートどんどん使ってみよう。もっともっと島根。今月末までこっころ協賛店3店舗分のレシートでご応募いただけるこっころ特特キャンペーンを開催中です。プレゼントも用意しております。たくさんのご応募お待ちしております。次回はセキュリティ大丈夫です。ではまた来週。